はい、先週1日、これまでの、与党における議論も、踏まえて、子ども未来戦略方針案をお示しいたしました。第1に、経済成長実現との両立を図り、若者・子育て世代の所得を伸ばすこと、第2にスピード感を重視し、必要な施策を速やかに実施していくことを、基本的考え方として、全体として3兆円半ばの充実を図り、少子化対策を画期的に前進させたいと考えております。長年にわたる自公政権下の努力に加え、今般の加速化プランの実施により、我が国の子ども・子育て予算は、子ども1人当たりの家族関係支出で見て、OECD トップのスウェーデンに達する水準となります。今後、骨太方針に向け、最終的な与党手続きを経て、子ども未来戦略方針を取りまとめてまいります。骨太方針については、与党の皆様からご提言をいただき、感謝を申し上げます。いただいたご提言を踏まえて、明日7日の諮問会議で原案を提示する予定です。今年の骨太方針においては、新しい資本主義を経済運営の中心に据え、その加速に向けて構造的賃上げや人への投資の強化、官民連携による国内投資の拡大、少子化対策、子ども政策の抜本強化などの取り組みの方向性を明らかにしてまいります。今後、与党と緊密に連携を取りながら、取りまとめを進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。外交面では、先週水曜日に、北朝鮮が軍事偵察衛星と称して弾道ミサイル技術を使用した発射を実施しました。国連安保理決議違反であり、断じて容認はできません。シンガポールでは日米韓の防衛大臣会合を開き、迅速な情報共有の下で緊密に連携して対応することを確認し、また安保理の緊急会合では多くの理事国から強い非難がなされました。北朝鮮は再度の打ち上げを発表しており、緊張感を持って情報収集、警戒監視に全力を挙げてまいります。通常国会は会期末まで残り2週間余りとなりました。会期末まで可能な限りの法案を成立させたいと思っております。政府一同、引き続き緊張感を持って国会審議に臨み、丁寧な説明に努めてまいります。今後とも、堅固な自公政権の連携の下で、政策を前に進めたいと思っております。皆様のご協力をよろしくお願いを申し上げます。続きまして、山口代表からご挨拶いただきます。はい。台風2号と梅雨前線、線状降水帯による記録的な大雨により、各地で土砂崩れや浸水被害などが発生しています。政府においては、自治体と連携して被害の全容を把握し、早期復旧に向けた必要な支援をお願いいたします。あわせて、今後本格的な出水期に入りますので、万全の備えをお願いいたします。先週、子ども未来戦略方針の素案が発表されました。昨年の合計特殊出生率、また出生数ともに過去最低を記録する中、深刻な少子化危機を乗り越えるためには、これまでにない対策をスピード感を持って実行することが必要です。素案に明記された若い世代の所得向上とともに、ライフステージに応じた切れ目のない支援を充実させ、結婚や子育て、働き方を含め、将来に希望が持てるよう、社会全体の変革を進めていただきたいと思います。骨太方針については、賃上げにつながる人への投資や、子育て支援の抜本強化、
GX、DX の加速などを盛り込んだ具体的な提言を自民党、公明党それぞれから提出させていただいておりますので、与党の意見も十分反映した取りまとめをお願いしたいと思います。先週、北朝鮮は人工衛星と称するものを発射しましたが、弾道ミサイル技術を利用した発射は安保理決議違反であり、国際社会の平和と安定を脅かす暴挙を繰り返す北朝鮮の行為は断じて許すことはできません。政府においては日米韓の連携強化をもとに国際社会と結束して北朝鮮に自制を求めるなど厳正に対処するとともに、2回目の発射も示唆していることから、引き続き情報収集警戒監視に努め、国民の安全確保に万全を期していただきたいと思います。残りの国会では重要法案の成立に全力を挙げてまいりたいと思います。各項に加えて LGBT 理解増進法については与野党が提出した法案に構成的な違いはなく、実質的コンセンサスはあると思いますので、幅広い合意は可能と考えます。先の G7 首脳声明でもこうした方々が暴力や差別を受けることなく生き生きと人生を享受できる社会の実現が謳われており、議長国として今国会での成立を急ぐべきであります。高木佐藤両国対委員長をはじめ、衆参の国対にも ご尽力をいただきたいと思います。最後まで緊張感を持って政府与党結束して国会審議に臨んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。